すみません。私は被害に遭った八重堂の者なのですが、いくつかお聞きしてもよろしいですか。先ほどあなたはずっとこの倉庫にいたとおっしゃいましたよね。でしたら何か怪しげなものと聞きませんでしたか。そういえば確かに周りで足音がしてたような気が。それも一回じゃなくて何回もね。でも僕は別に変だとは感じなかったよ。音がしたのに変だと思わなかったのですか。ふん、なるほど。アルベド、何か分かったのか。窃盗と聞けば鍵をこじ開けたり物を荒探ししたりする行為を連想するはずだ。だが今のウェンティの話はこのような明らかに不自然な物音は聞いていないという意味だろう。それにここは倉庫だから毎日大量の貨物が出入りしている。足音が聞こえるのも至って自然なことだ。つまり紛失の件は手がかりなしということでしょうか。いや、そうとは限らない。さっきの事実から少なくとも3つの結論を出すことができる。1つ、小説を盗んだのは気まぐれな盗賊ではなく、初めからそれらを盗もうと企んでいたもの。2つ、犯人は倉庫に非常に詳しく鍵を持っている。3つ、さすがだね。小説はとても重いから単独犯が短い時間で運ぶのは難しい。きっと仲間がいるだろう。ウェンティは明らかに犯人の特徴と異なる。うむ、その推論に賛成しよう。平山編集主任、天領奉行は引き続き倉庫の関係者を調査する。もし何か手がかりを手に入れたらすぐに我々の方まで届けてくれ。はい、わかりました。よろしくお願いします。じゃあ僕もこれで。